いやテンションの上がり下がりが激しくてちょっと疲れるな。夕食は食堂ではなく、また談話室で振る舞われた。料理人は給仕を終えるとすぐ帰ってしまった。雇われて合宿期間中だけ通ってきているらしい。残された俺たちはほっとしたような心細いような気分だ。昼間は埃っぽくて陰気だなって思ってたけど、掃除したらここも少しは明るい感じになったよね。掃除するとき緊張したね。傷つけたらいけないと思って。なんか映画のセットの中にいるみたいだよね。ちょっと待って、うまそうだな。おい、真ん中にバケットで、あれはステーキだよね。ひゃー、俺の今日の晩飯聞く？聞く？コンビニのパスタだよ。もうそのステーキ分けて。はあ、うまそうですね。ああ。俺たちは2脚のテーブルを使わせてもらっていた。4人掛けだから男子3人、女子4人でもちょうどよく振りわ、いやいやよ、ちょうどよく割り振っている。炎上寺さんはどこで食べるんだろう。この空いてる席に来るとか。そうなったらすげえ緊張するだな。マナーとか注意されたりしそう。炎上寺さん、お食事は書斎で取るそうよ。書斎って俺らが今日掃除したとこ。タバコを吸うのかもしれない。書斎に灰皿あったし。ああ、あったな。っていうか、なんか俺らほっとかれてるよな。だよね。学校行事で行く合宿って普通もうちょっとしっかり面倒見てくれるわよね。親戚のおばちゃん家の引っ越し手伝いしてるみたい。ああ、それだ。おしゃべりの声はだんだん大きくなってきていた。リラックスしたというより、豪奢で威圧的な部屋の雰囲気に気をされまいと無意識に気を張っているような感じだ。俺たち男子は実は内心ビクビクしていた。覗きの件について突っ込まれたらどうしようかと思っていたのだ。だが女子たちは何も言わなかった。気のせいだと思っているらしい声をいくつか聞いて、俺はほっと胸をなで下ろした。というか女子の気がかりは別のところにあったようだ。ねえ、課題どうする？そっか、合宿のレポートをまとめなきゃいけないよね。そうだった。俺たちは合宿のためにここに来た。ただの清掃ボランティアじゃない。何かを学び、レポートにまとめなきゃいけない。俺たちは課題案を提出しなかったから、このハズレプランを割り当てられてしまっただけで、通常は事前に決まっている課題の内容がまっさらの白紙だ。つまり今からアイデアをひねり出して実行に移さなくてはならないということ。洋館って難しいよな。しかも今のところやってることを掃除だけだし。例えば果樹園に赴いた班は、季節の果実を収穫しながら果樹の健全な育て方を学ぶんだろうし、昔の小説家が逗留した宿に赴いた班は、作家のエピソードや宿の歴史を調べるだろう。俺たちが来たこの館にどんなテーマがあるんだろう。順当に行くならこの館の歴史かな。炎上寺さんに聞けばネタが拾えるだろうし。書けないことも多そうだけどな、なんとなく。高永は軽いジョークのつもりで言ったんだろう。俺たちもぬるく笑ってスルーした。だが大鳥がピクリと反応した。口に出しては何も言わなかったが声がした。大鳥家の後ろ盾を欲しがるくらいだ。炎上寺家にも何か殺伐とした歴史や悲劇といったものがあったのかもしれない。大鳥家の後ろ盾？館に入るとき、炎上寺さんと大鳥のやりとりを思い出した。二人は顔見知りだが打ち解けた様子には見えなかった。家ぐるみの付き合いの中で何かあったのかもしれない。あまり食も進まないようだけど大丈夫かな。ぶっちゃけ私たち掃除しかやってないよね。そのまんまハウスクリーニングのコツとかでもいいんじゃない？コツ、コツか。むしろ今知りたいな。
なかなか汚れ落ちなくて。ググって見つけた掃除法を試してみるとか。うん、あでもここ圏外だよ。ここ圏外なのか。ほー、ますますクローズドサークルですね。外界と切り離されて、事件が起こりやすいっていう推理小説におけるそういう場所の話なんですけど、クローズドサークルっていうのが。いやー、ますます本格ミステリーだねこのゲーム。そういやそうだった。っていうかそれ俺は気乗りしねえな。わがままなんだろうけど。あ、幽霊百科作るなら私がお話聞いてくるよ。誰から？ここいっぱいいるから。何それ怖い。ちょっと面白そうだけど先生には怒られそう。あるいはさ、こういうシチュエーションだし高齢術とかやってみる。こっくりさんとか百物語とか、きっとよりどりみどりもってもてだよ。やっぱりなんかね、やっぱりなんかさあやちゃんってこういう話題はまあ好きなんだろうけど、空気を読んでこういう話題を提供してる感がなあるんだよな。すごくムードメーカーかつ気の配り方がうまい子なんじゃないかなこれ。やっぱりさあやちゃん嬉しくない。さあ、あそこの白いワンピースのお嬢さんとか結構俊平好みだと思うんだけどな。可愛いし一途そうだし積極的っぽいよ。ちょっとだけ詳しく聞こうか。お前何でもいいんかい。一途に積極的にあの世に連れて行かれるんじゃないか。やめなさいよあんたたち。この後私ら寝るときバラバラなんだよ。そうだった。ホテルみたいでラッキーって思ったけど、夜になってみると一人はあれだな。何人かの口からため息が漏れて、無理やり明るくしていた空気が本来の重さを取り戻しかける。その直前にモモがパッと顔を上げた。そうだ、あのね、さっき図書室覗いたら本がいっぱいあったよ。珍しい本の目録を作るのもいいと思うの。おお、さすが図書院。なる、嫌だな。地味だし面倒そうだし、また埃まみれかも。何にせよ炎上寺さんの協力が必要なんじゃないかな。そんじゃ明日炎上寺さんに聞いて実践できそうなものに手をつけましょうと。今日一日無駄にしまったからな。明日は頑張ろうぜ。うん、明日から頑張る。つまり今日は頑張らない。とりあえずの方針が決まったおかげで、今度は沈黙が広がりかけても空気が淀むことはなかった。ただ心に余裕が生まれたからか、それまではなんとなく見過ごされていた違和感に誰もが気づいたようだった。ゆり子ちゃん、食欲ない？代表して口を開いたのは萌香だ。彼女の目線は綺麗な形でフォークとナイフを握ったまま綺麗な形でフォークとナイフを握ったまま止まっている大鳥の手元に寄せられている。え？いいえ。そういえばゆり子、ちっとも食べてないじゃない。食わないならくれよ。洋一くんはなんていうかこう、のんきだな。何言ってんだよ、デリカシーがないな。ここは心配すべきところだろ。その言い方も若干デリカシーがないよ、俊太くん。腹が減ってんだよ。野球部の食欲を甘く見るな。後でお菓子分けてあげるよ。ラッキー、お前いいやつだな。判定が甘い。ゆり子ちゃん、何か心配事でもあるの？さっきから俺も気になってはいた。大鳥はほとんど食が進んでいないようだったし、極端に口数が少なくなっていたから。一つさらっと読み飛ばしちゃったな。大したことじゃないの。みんなも気づいてるかもしれないけど、この婚約指輪の件でちょっと気が重くて。じゃあそれやっぱりそういう意味だったんだ。相手はやっぱり明日来るって言ってた息子さん？ええ、炎上事件の跡取りである
渡るさんという方。乗り気じゃないの？家同士はどっちも乗り気で話を進めてるわ。でも正直言って私たちは気が進まない。渡るさんは夢を追いかけたいし、私は家を出たいから。家を出たいの？自由になりたいの。以前から考えてたことだけど、この頃はその気持ちがどんどん強くなってる。どうして大鳥は家を出たいんだ？せっかく金持ちなのに。うわ、これはなんていうか表面的だけどすっごい鋭いな。この言い方は痛い。その質問の仕方ってどうよ。北上はある意味桃よりストレートだな。私は幼女なの。おお、マジで幼女だったんだ。あー、でもそんな、いや、伏線系は一切なかったですよね、多分。由緒ある大鳥家は優秀な血のみを残すために無能な身内は放逐し、優秀な人材は受け入れることを繰り返していた。そう語って大鳥は薄く笑った。昔はそれでも通用したみたい。権力は魅力があるものね。でも今は逆。旧兵な家に縛られるのを嫌って飛び出していく一方だし、外から血を入れようとしてもうまくいかない。大鳥が赤色の自分、彼女の両親が事故死した。本来は暴流の家系など見向きもされないはずだったが、現在は人手不足。保護者のいない赤子など、操りやすい存在はいない。ああ、間違えました。保護者のいない赤子ほど操りやすい存在はいない。というわけで、本家に迎えられたのだそうだ。養子縁組し、大鳥家当主の娘、つまり、跡取りとして。それって、自由に家を出られるわけ？簡単ではないでしょうね。でも、まだ先の話よ。そう思ってたんだけど。大鳥は婚約指輪を見つめていた。重いわ、いろんなことが。だから気分は良くない。実際はただの偶然なんでしょうけど、合宿の場所がここに決まったことにも意図があるように思えて。まあ少なくとも当の息子さんを呼び寄せられてるってことは、当の息子さんが呼び寄せられてるってことは、炎上寺さんの作為だろうな。負傷の息子も明日の朝には到着する予定よ。よろしくね。明日、大鳥の婚約者がここに現れるのか。そりゃ気が重いだろうな。実のところ、ここは自分の居場所じゃないという違和感は幼い頃からあったわ。自分の羊を知る前から本能的にわがままだというのは分かってる。政治的な背景があるにせよ、私という人間をこの年になるまで養ってくれたんだもの。でも散々ためらって言葉を探して、やがて大鳥はポツリとこぼした。やり方が私とは合わない。あー、それはなそこが合わなかったらもう言いづらいなんてもんじゃないでしょうよ。あー、なるほどね。血を吸うツタにでも絡みつかれて操られながらかろうじて生きてる、そんな気分だわ。ゆり子ちゃん、笑えない。重いな。なんとか力になってやりたいけど。誰もが見えない重りを乗せられたようにずっしりと黙り込む中、大鳥はにっこりと微笑んでみせた。お芝居や本の中での話なら好きなんだけどね。独特のこだわりを持つ名家とか、運命を断ち切ろうとあがく主人公とか。でも自分のこととなるとちょっとね。
きっとから元気なのだろう。何の違和感もなかった。俺はいつか見た演劇部における大鳥の練習風景を思い出す。大鳥の女優としての才能は名家の跡取りという立場においても大いに生きるだろう。それが幸せなことかどうかはわからないけれど。ごめんなさいね、こんな話。でも聞いてくれてありがとう。吐き出しただけでも随分と楽になるものね。さあ片付けてしまいましょう。え、もう食べないの？食わないなら俺が。ええ、どうぞ。って言いたいとこだけどダメだ。食えよ大鳥。え、落ち込んで食いたくない時こそ食わないとダメだ。世の中大概のことは肉と筋肉でなんとかなる。いいね陽一くん、すっげーいいねそのセリフ、かっこいいわ。ちょっとなんていうか北上らしい名言だな。まあね、精をつけるのって大事だよ。体力なくなると霊ってつきやすくなるからね。こってり系食べるの大事。お肉とか。そうそう、私も、その実はダイエットしてた時期あるんだけどさ、肉食べないと力抜けるしマイナス思考になっちゃうんだよね。夏希ちゃんダイエットする部分ある？え、ある？あ、わかった。夏希ちゃん、まさか脅威をちっちゃくしようとしたか、もしかして。ダイエットとかやめろよお前。胸が減るだろう。胸は簡単に減るのに取り戻すのは難しいんだ。お前口に出しちゃうのかよ。本当だよ、減らすくらいなら私にちょうだいよ。お金ならキロいくらで出すからさ。うっさい。嘘だ、全然減らなかった。むしろもうちょっと減ってもいいのに。いや本当に胸だったんだ、目的胸だったんだ。いやー、それは減らなかったんだね。それはもうあれだね、天性の体だね。ああ、今の見ました？ちょっとこれになってる方、飼育場をね、ちょちょって戻してみていただきたいんですけど、今の、ゆりこさんのセリフで、ゆりこさんの表情が CG 上変わったんですけど、それと一緒に、ももにのね、表情が変わったのがね、すごいももの性格を表してて、ああ、いいね、今の演出。ああ、私今の好きです。いつの間にか、恒例の漫才を繰り広げていたところに大鳥の笑い声が響いて、みんな一斉に彼女を見た。ありがとう、そう言われたらなんだかお腹が空いてきたわ。待ってて、すぐ食べちゃうわね。うん、大丈夫、ゆっくりでいいよ。ちょっとは元気になってくれたかな、ゆりこちゃん。大鳥はフォークとナイフを優雅に動かして、残るはずだった晩ご飯を食べ始めた。俺たちは勤めて明るい話題を選びながら、大鳥の食事を見守る。自分たちにできるのは、ちょっと慰めるくらいか。しかもこれ、大鳥が気を使って無理やり元気出したと言えなくもないし、何か他にできることがあればな。くだらない会話とはうるはらに、この場は大鳥をおもんぱかる声ばかりだ。おそらくだけど、雪本さんの一件がみんなの頭の隅に影を、焼きついて、雪本さんの一件がみんなの頭の隅に影のように焼きついていて、それがごく自然に気づかわせるのだろう。人は思っていた以上に脆いから、不意にいなくならないように、少しでも強くあってほしいという願い。ああ、すいません。そして人を支えることが自分の支えにもなるのだ。だから、大鳥とおぼしい声もこうするようにこう語った。本当にいい班に所属できた。これだけで自分には十分だ。ありがとう。
はい、というわけで、いい時間になっているので、今回はここで締めようかと思います。重い重いよ、話題が重い、急転直下すぎる話題が前回から。あとですね、ちょっと気づいたこととしては、これもしやゆり子さんルートというかゆり子さんターンなんじゃないっていう気がビリビリし始めましたね。この、ターンが終わるとゆり子さんの心がかっぴらいて、こう心のままの素直な声が聞き出せて、犯人じゃないと言える感じのあれが始まるんではないでしょうかと思っております。では、ここまでご視聴いただいてありがとうございました。以上、長継ぎでした。また見てね。